trapped in biting wind. Hearts will never bleed, frozen and banished out of greed. In their restless dreams, they try so hard to breathe. Pulses flutter and sting within this bleakness. へえ、まだ戦士。そうね。自分で言ってみなさい。もう関わり合いになりたくなかったとしても、直接会ってはっきりさせた方がいいわよ。そのメッセージを見る限り、彼女は本当にあんたの助けを必要としてるみたいだしね。請求列車の一員として、あんたが性格ハンターと関わるのはごめんだけれど、今までのことから考えると、彼女は少なくとも深い関わりがあるあんたには悪意を抱いていないように見える。何よりもし私なら、危機に直面して誰かに助けを求めた時、その相手が目の前に現れるのを強く思うでしょうね。だからあんたの思う通りにしなさい。きっとカフカはあんたを傷つけたりなんかしないわ。カフカとジンがまだ泉州にいる？ケーゲン将軍は彼らを見逃すことをほのめかしたが、それはあの場限りのことだ。確か泉州はカフカの指名手配を取り消してはいるが、ジンはまだ重罪人だったはずだ。正直に言えば、性格ハンターの考えなど俺には理解できない。特にカフカはな。しかし俺の直感が告げているんだが、彼女は君に危害を加えるようなことはしないだろう。だからもし彼女が本当に厄介事に直面しているのなら、会いに行った方がいい。きっと来てくれると思ってたわ。もしエリオのような目を持っていたら、この世界は今私と君が見ているような姿じゃないんでしょうね。無数の可能性が折り重なり、異なる選択が引き起こす結果を表している。そして一瞬ごとに無数の選択が同じ点に収束し、現在となり過去となる。これが君の選択？私の頼みに応え、助けてくれること。ええ、ジンの状況には私も手を焼いているの。この泉州で頼れるのは君しかいなかった。魔音の実、それは逃れることのできない長命種の宿命で、折り重なる感情と記憶が引き起こす狂気の病なの。ジンはほとんどのことを忘れてしまったのに、
魔音の実は依然として何らかの形で彼を苦しめているわ。泉州に来てから魔音の実の発作はとてもひどくて、一時期は私の言霊でも抑えられないほどだったの。こんな状態では青函旅行をすることなんてできない。だから私は言霊で魔音の実の影響を弱め、しばらく封印しようと思ってる。でも言霊を維持している間は他のことに気を回せないから、君に森役をお願いしたいの。ジンを抑えている間、私を守ってちょうだい。私はいつ危機が訪れるのか、どんな危機なのかも知っている。だから心配しないで。私たちが協力すれば必ず難関を越えられるわ。その上、君が何らかの被害を被ることもない。今近くをうろついているモンスターがいるんだけど、そのまま放っておくと面倒なことになる。やっつけてもらってもいいかしら。君は必ず勝つわ。ガツンと来るやつでいこう。はいぞ。炎の槍を断ち切れ。ガツンと来るやつでいこう。ふん、2倍速ってこんなもん。ガツンと来るやつで行こう。ガツンと来るやつで行こう。大丈夫、問題はない。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ふん、2倍速ってこんなもん。ヤールから離れる。気をつけて。ガツンと来るやつで行こう。炎の槍を断ち切れ。殲滅開始。ガツンと来るやつで行こう。亡者再臨。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。目を開けたら君の姿が見えるなんて、久しぶりの体験ね。そんなにすぐには終わらないわ。ジンの現実を感じる機能は私によって強制的に断たれたわ。今の彼は私の声しか聞こえず、私が触れたもの以外は何も感じない。そして私はこれから彼の意志を泉州から遠ざけ、将軍、慶竜、王政と君のお友達の炭鉱君を忘れさせるつもりよ。この過程も同じく邪魔が入っちゃダメなの。
でも始める前に君の質問に答えることはできるわ。助けてもらうんだもの、お礼としてね。私に聞きたいことはない？私は君を眠らせたのに再び呼び起こした。ヘルタで放置したのに今度は選手へと誘い出した。多くの説明を省いているけど、知りたいと思わないの？急がないで、時間はまだあるわ。まずは考えてみてから戻ってくればいい。でも普通に答えるなんてあまりにも退屈よね。嘘か誠かゲームをするのはどうかしら。これは私が銀狼とよく遊んでいるゲームで、心理戦みたいな要素があるの。二人で交互に質問するんだけど、嘘をついてもいいのよ。でも答えは必ず一つの真実と一つの嘘でなければならない。つまり私が答える内容のうち一つは真実で一つは嘘ってことよ。でもどれが真実でどれが嘘かは質問をした人が自分で判断する必要があるわ。でも無限に時間があるわけじゃないから2回だけ遊びましょう。私は2つ質問したいことがあるから、君の質問にも2つだけ答えてあげる。忘れないで、一つの真実と一つの嘘よ。誓うわ、必ず一つの真実と一つの嘘というルールを守るってね。お手本としてまずは私から質問するわね。緊張しなくていいのよ。一つ目の質問は緊張するような内容じゃないから、ただ真実と嘘で答えればいいの。このゲームの面白さは二つ目の質問の時に現れる。一つ目の質問をするわね。君は私をどう思っているの？はあ？俺がカフカをどう思ってるかって？どう答えればいいんだ？もし本当のことを答えたら、次は嘘をつく必要がある。逆もまた同じだ。もしくは、ルールを破る？本当に破っていいのか？やっぱり本当のことを答えよう。ほら、こんな感じよ。簡単でしょ？君は自分の考えを隠すのが本当に上手ね。一旦ゲームを中止しましょう。運気軍が来たわ。彼らを追い払ってちょうだい。私が処理するから、その後のことは心配しなくてもいいわ。衝突は避けられない。これが運命なの。
いい度胸だね。助けてスワローグ。ベレシコ、ベレシコ、クラールから離れる。ガツンと来るやつで行こう。で、炎の槍を断ち切れ。殲滅開始。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ん？ほら、これが未来よ。無限の可能性があるように見えても、決まったことは必ず起こるの。今の衝突は避けられなかった。なぜなら、他の可能性が存在しないからよ。私の言霊はまだ駆け終わっていない。でもその前にもう一回だけならゲームをすることができるわ。質問はもう考えたかしら？考え終わったら来て。それまで待ってあげるから。嘘か誠かゲームを再開しましょう。君の番よ。質問は二つだけ。カフカは片方だけ本当のことを答え、もう片方は嘘をつく。でも俺はカフカがどの質問に答えるときに嘘をつくのかわからない。何について質問しようか。カフカ、彼女は俺を請求列車に送り込んだ。彼女に関する全てが謎に包まれている。俺は彼女のことをもっと知りたい。欲しい未来があるからよ。エリオは可能性を見ることができる。彼の指示に従って行動すれば、その未来にたどり着くために必要な条件を教えると約束してくれたの。何を言ってても、ちゃんと考えがあるように聞こえる。本当なのか嘘なのか、わからない。君の表情から読み取れるわ。その質問はダメよ。本当か嘘かを教えることはできない。思う存分推測をして、答えを胸に抱いて次の質問を選ぶ。これこそが嘘か誠かゲームの楽しいところよ。君の次の質問が面白いことを期待しているわ。このゲームのルールは現実と同じよ。私たちはみんな自分に無限の可能性があると思っている。でもよく考えてみたら、本当の可能性はごくわずかで、どの質問と答えも過去の選択に固く縛られている。未来はまるで迷宮のようで、多くの分かれ道は誘導に過ぎない。本当の道は一つしかないの。いいえ、決まっているのは価値のある未来よ。信じられないのなら試してみるといいわ。もうすぐもう一度戦闘が発生する。君はこの可能性を変えられるかしら。叫ぶ。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。助けてスワローグ。
レシコ。イベレシコ。排除せ。王者再臨。炎の槍を断ち切れ。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。殲滅開始。王者再臨。今後の意志よ。結末にたどり着いてみせる。へえ。さすがね。でも未来に起きることは依然としてはっきりしている。本当の試練はこの後にやってくるわ。若い運気軍の剣士は手強い敵よ。でもその前に嘘か誠かゲームの続きをしましょう。また私の番ね。二つ目の質問よ。君はまた私に会いたいと思う？会いたいかどうか、どういう質問なんだ。彼女が一番答えを分かっているはずだろう。答えは当然。会いたい。だから俺の答えは、いいでしょう。私の質問はこれで終わりよ。驚いたわ。まさか君を見透かすことができないなんて。さあ、次は君が質問する番よ。準備ができたら私を探しに来てちょうだい。君の質問はこれで最後よ。私に思わぬ驚きをもたらしてちょうだい。前の質問でカフカが嘘をついていたかどうかはわからないけど、確定していることがある。今回彼女はルールを守って答えるしかない。思い切って全く新しい質問をするのはどうだろう。カフカは驚きを期待している。ならこの質問をしてみよう。賢いのね。でも貴重な質問の機会を無駄にして前の回答が本当だったかどうかを確かめるなんて、そうするだけの価値は本当にあるのかしら。何とも言えないわね。性格ハンター、
せっかく将軍様が慈悲の心で逃がしてあげたのに、君たちは恩知らずなんだね。あれ？どうして性格ハンターと一緒に？この子は私の言霊に操られているのよ。私の暗示は異変に気づかせずに他人を操ることができるの。ねえ、あの少年を倒してちょうだい。それで君の任務は終わりよ。この下道め。気を緩めるな。大丈夫。やがてから離れる。クラーラもみんなを守りたい。デスバローグ、槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。ガツンと来るやつで行こう。勇気を出さなきゃ。殲滅開始。エレシコ、やっかよ。避け。ナイスヒーリング。エレシコ、お別れの時だ。亡者再臨。償いたまえ。悪を払う。この程度か。流れから離れる。よっ、大丈夫。ガツンと来るやつで行こう。無事なのも。流れから離れる。これはどう。この程度か。クラーラもみんなを守りたい。バトル体験2倍速ってこんなもん。私を楽しく。ガツンと来るやつで行こう。エレシコ、槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。俺が守る。ガツンと来るやつで行こう。勇気を出さなきゃ。バトル体験2倍速ってこんなもん。天下無敵。天使を授けん。ナイスヒーリング。やがてから離れる。亡者再臨。ランス戦闘準備。ガツンと来るやつで行こう。さあ行け。よ、避け。ナイスヒーリング。隠れろ。やがてから離れる。クラーラもみんなを守りたい。平気か。大丈夫。へえ、リポップした。ふっ、俺が守る。バトル体験2倍速ってこんなもん。で、悪を払う。エレシコ、槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。無事なのもつまらないね。大丈夫。私を楽しませてくれる。ガツンと来るやつで行こう。殲滅開始。よっ、大丈夫。はぁ、クラーラもみんなを守りたい。お別れの時だ。エレシコ、永眠は終わりではない。亡者再臨。エレシコ、天使を授けん。ナイスヒーリング。償いたまえ。やがてから離れる。期待に応えられなく。
もし君がいなかったら、私とジンはさっきあの子に捕らえられて優秀国に入れられていたわ。サムと銀狼が私たちを助け出してくれるけど、ジンはひどい怪我を負うことになるでしょうね。その上、私たちと泉州の関係はもっと悪化するはず。できればそんな未来は避けたいと思ったの。もう行ってもいいか。ええ、一時的に魔音の実を抑制できたわ。あまり強い刺激を受けず、知っている人にも会わなければ問題はないはずよ。待って、私と一緒に来ないの？すまないカフカ、一人だけたくさん世話になった人がいるんだ。その人に会いに行かねば。それなら好きにすればいいわ。どうせこの後のことについてエリオは何も言っていないもの。助けに来てくれて本当にありがとう。また会いましょう。うん、お前のことは覚えている。お前は以前カフカに付き従っていた、違うか。いつだったか、あの女がある任務をこなしていた時にお前がそばにいた、覚えているぞ。あの女と共にいてあんなに長く生きながらえたのはお前が初めてだ。どの性格ハンターもエリオと取引をしている。他の奴の取引内容など知らないが、カフカが俺と同じようにエリオに使われていることを考えると、その望みは並大抵のものではないだろう。あの女が行ったこと全てには大きな代償が伴っている。きっとお前を生かすために様々なことをしたはずだ、小僧。